政府は来月日本で開催される東アジア女子サッカー選手権に出場する北朝鮮チームの入国を認めると発表しました中井大臣と私との間でスポーツであるとこういうことを含めて基本的に了解をしていこうと 北朝鮮チームの入国をめぐっては中井国家公安委員長が制裁対象の国から入国を認めるべきではないと難色を示していました政府内での協議の結果スポーツであり麻生政権時代にすでに認めていた経緯もあるため正式に入国を許可することを決めましたただ中井委員長は今回は特別な措置だと強調しています